いやー皆さん始まりますよ。徐々にボルテージを上げていきましょうね。さあそして今エンジンにいますが、東京ヤクルトスワローズマスコット22年目の大ベテラン、緊張を知らずつば九郎。さあつば九郎よろしくね。さあつば九郎と一緒に10月の半ばにね、ここ神宮のフィールドに立ってスワローズファンの皆さんと一緒に会えるっていうのはね、本当に嬉しいものですね。ここで会えるというのもですね、なぜならばスワローズがセリーグチャンピオンに輝いたからです。セリーグを制覇した我々東京ヤクルトスワローズ、今日からね新たな戦いが始まりますけども、レギュラーシーズン同様ね、しぶとくヤクルトスタイルで勝利に向かって戦っていきます。今日集まっていただいたスワローズファンの皆さんはね、選手一人一人に応援の言葉をかけて、選手たちがここ神宮で戦いやすい雰囲気をね、みんなで作っていきましょう。つば九郎もよろしくね。はい、レギュラーシーズン終盤のあの応援ですよ、地響きのあの応援、もう一度神宮でやっていきましょう。ヤクルトスタイルで AAO、 今日も応援よろしくお願いします。内野スタンドの皆さんも応援よろしくね。そしてライトスタンド応援団のみんな、力強い応援のリードよろしくお願いします。2015マイナビクライマックスシリーズセリーグファイナルステージ、対戦相手は読売ジャイアンツです。ジャイアンツファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。共に気持ちいい戦を送っていきましょう。よろしくお願いします。さあそれではスターティングラインの発表の前に、つば九郎の一言いきましょうか。さあスーパーカラビジョン2マップ、はい、 CS ファイナルステージです。キドキド、クワクワ、ワクワクドキドキしてるんですね、つば九郎も。はい、国歌はさだまさしさん、始球式はメイジェイさんです。いやー豪華なメンバーがこの試合の前のセレモニーを盛り上げてくれます。そこでこんなさだまさしさんは嫌だ、このファイナルステージでもやっちゃいますか。本当は北の国からを見ていない、はい、ちょっと笑い声が聞こえてきましたが、はい、ダスキンを知らない、長いこと CM されてますからね、知らなかったら困ります。よく見たら熊田正史だった、笑いじゃないですから、つば九郎。はい、淡白宣言しているが実は淡白だ。お、ちょっと大きな笑いも聞こえてきました。はい、佐田正史さんの似顔絵です。皆さんいかがでしょうか、これ、こちら。あ、はい、そこそこの拍手をいただきました、つば九郎。はい、さあどんなメンバーで第1戦戦うのでしょうか。両チームスタート。